音楽家ファミリーとしての祖・ヨハン・シュトラウス一世。シュトラウス家は19世紀を中心にオーストリアで活躍した音楽家の家系である。比喩的にシュトラウス王朝と呼ばれることもある。毎年元日にウィーン・楽ク協会の大ホールで開催されるウィーン・フィル・ニューヤー・コンサートは、このシュトラウス家の楽曲を中心にプログラムが組まれる。なお、同じオーストリアの音楽家、 オスカー・シュトラウスやドイツの音楽家、リヒャルト・シュトラウスの一族との血縁関係はない。左からエドワルト1世、ヨハン2世、ヨーゼフ。別々に撮影された写真3枚の合成写真である。ヨハン3世、エドワルト2世家祖は、ヨハン・ミハイルというハンガリー系ユダヤ人で、1750年頃にブダペストからウィーンにやってきた。反ユダヤ主義によって、 ユダヤ人への世間の風当たりは強く、ヨハンミヒャイルは様々な苦労を強いられたという。苦労の末に彼は、オーストリア人の漁師の娘と1762年2月11日に、シュテファン大聖堂で結婚し、結婚を機にユダヤ教からキリスト教に改修した。シュテファン聖堂には、ヨハンミヒャイル・シュトラウス、奉公人洗礼を受けたユダヤ人、独身、オーフェンで誕生。 ボルフ・シュトラウスとその妻、テレジアの息子という結婚記録書が今も残っている。この結婚と回収によって、ヨハン・ミヒャイルは当局からオーストリア人であると認められ、ドイツの性を名乗ることを許された。当時ユダヤ人の多くは性を持っておらず、ヨハン・ミヒャイルは性を持つことでその出自を隠して、ヨーロッパ社会に同化したのである。ただし、当局は、 ユダヤ人への差別感情ゆえにパッとしない性をヨハンミヒハイルにあてがった。それがダチョウを意味する聖シュトラウスであった。ユダヤ人の血を引いているとすぐに判別がつくものだったが、ようやく獲得した性を不意にすることを避けるために、ヨハンミヒハイルはその性に意義を唱えることなく受け入れた。彼は自分の子供たちがユダヤ人だと言い当てられることに尋常でない反発を示したという。 ヨハン・ミヒャイルの息子の一人であるフランツ・シュトラウスの長男としてヨハン・シュトラウス一世は誕生した。ヨハン一世が幼い頃に父フランツが営む居酒屋、良き羊会が経営不振に陥って倒産してしまう。フランツの妻バーバラは過労がたたって1811年に病死し、フランツはその後を応用2816年にドナウ川で当心自殺した。 親戚に引き取られた、ヨハン一世はすぐに、デッチ暴行をするようになったが、やがて方向先を飛び出して、ミハエル・パーマーの楽団に入団した。これが、音楽一家シュトラウス家の始まりとなった。ヨハン一世の息子、ヨハン・シュトラウス二世、ヨーゼフ・シュトラウス、エドアルト・シュトラウス一世の三兄弟もそれぞれ、売れっ子の音楽家となった。兄弟が音楽家として成功したのは、母親、 マリアンナ・シュトレームの手腕によるところが大きい。このように兄弟が揃って音楽家として活躍したことから音楽一家としてシュトラウス家はヨーロッパ中で有名になった。特にヨハン2世は当時の世論調査によるとオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世よりも人気があった。エドワルトの長男ヨハン・シュトラウス3世も音楽家として活動したが、 一家の全世代ほどの人気は獲得できなかった。また、エドワルトの次男、ヨーゼフの伐士エドワルト・シュトラウス2世は、ウィンラワルツの指揮者として活躍した。それぞれ知名度に大きな差があり、また、ヨハン3世とエドワルト2世の間に10年ほどの中断期間があるものの、一族の活動期間としては、ヨハン1世が活動を開始した1823年から、 エドワルト2世の死去した1969年まで、およそ150年にわたる。現在も、シュトラウス家の血筋は存続しているが、今なお、シュトラウス生を名乗っているのは、三兄弟のうち、エドワルトの子孫のみである。ヨハン2世には、子がおらず、ヨーゼフの一人娘は、アイグナー家に嫁いでその子孫は、シュトラウス生を受け継いでいない。なお、ヨハン1世は、 愛人エミーリエトランプ氏との間に諸子を少なくとも8人儲けているが、この血筋も断絶している。長年ヨハン3世の子孫が、シュトラウス家の着流として続いたが、1993年にヨハン3世の孫ヨハンが死去してこの家系も断絶し、エドワルト2世の家系が着流となった。現在のシュトラウス家当主は、エドワルト2世の息子エドワルトである。現当主は、 ウィーンで裁判官を務める傍ら、シュトラウス研究所で一家についての研究をしている。エドワルトの長男ミハイル・ヨハンは2012年に白血病によって24歳で死去した。そのため、次期当主は次男トーマスとなる予定である。シュトラウス家がユダヤ系であるという出自を調べ上げたのはナチスドイツであった。メンデルスゾーニア・オフェンバック、グスタフ・マーラーといった ユダヤ系作曲家の楽曲は禁止措置が取られていたが、シュトラウス家の楽曲は例外的に禁止されなかった。シュトラウス家がユダヤ系であると報告を受けた宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスは日記にこう記した。私はそれを公にすることを禁じた。なぜなら第一にまだ証明されたわけではない。第二にドイツの文化的財産を 次々と取り去ってしまうつもりはないからだ。1941年に、ヨハン・ミヒャイルの結婚記録書は、ベルリンに送られ、洗礼を受けた、ユダヤ人という記載のみが削除されたページに、差し替えられた。こうして、シュトラウス家が、ユダヤ人の子孫であるという事実は秘匿され、シュトラウス家の作品の演奏は、公に認められたので、ある。ただし、 アドルフ・ヒトラー自身は、シュトラウス家の楽譜をすべて廃棄するように命令した、とする説もある。ウィーンの中央墓地にある、ヨハン1世の墓、ヨハン2世の墓、ヨーゼフの墓、エドゥアルトの墓、いずれにおいても、シュトラウスと表記されている。また、ほとんどのポスターや印刷物にも、シュトラウスと書かれている。ヨハン3世は、シュトラウスを用いたし、エドゥアルト2世は、 全ての公式書類で、シュトラウスを使用している。しかし、エドワルト一世は、ストラウスとサインしている。シュトラウスの使用が多いものの、統一されていたわけではないようである。そもそも、は、鈴から作られた文字であり、ドイツ語の聖書法の時代と地域で違いが出るものである。現当主エドワルト・シュトラウス曰く、シュトラウスのスペルは主に自己選択されたと、 今後の家族のドキュメンタリーには書く必要がある。私はそれを求める。詳しくはこちらを参照。ヨハン一世、ヨハン二世、エドワルト一世、ヨハン三世。ありがとうございます。